ようやく体が温まってきたぜ。こんな岩の塊ぶち破ってやるってばよ。そもそも今のお前ではわしの力をうまくコントロールすることはできん。気を抜くでないぞ皆の者。しかし完全に圧縮を止めることはおそらく無理だ。いずれは。今は彼らに託してみようと思います。もう一つのキュウリに何かが起きてる。ナルト、ナルトが、ナルトが封印された。はい。まだ力が、チャクラが足りないのね。まさか。いや、ダメだ。そんなことしたらクシナ、君が。ごめんミナト。でもナルトを助けることができるのは。いや、そんなことよりあいつを、あいつをぶっ倒してるんだよ。え、だ、え、母ちゃん。母ちゃん、キュウビが。いつか正しく扱える時が来ると湊も私も信じていたから。で、どうやったらいいんだ。私のキュウビのチャクラをあなたに与える。陰と陽、二つのチャクラが一つになれば。死んじゃうんだぞ。違う、生かすの。私の力を、私の意志を。言ってる意味が分かんねえってばよ。半分でいい。半分もあれば十分だろう。母ちゃん、頼んだわよ佐藤。考えがあるんだ。自分自身に頼み事をされるとは変な感じだな。ちょいとお前のチャクラを分けてもらえねえか。死ねば終わりだこの世は。そいつは何もできない。お前の母を守れもしなかった。明日が何の日だか知ってるな。両親の死んだ日だ。俺の生まれた日だ。いいか、終わりじゃねえ。俺たちのナルトは本当に強くなったよクシナ。お前らのチャクラがあって助かったと思った通りだ。まあな、もともとはわしたちは一つだったからな。行くぜ父ちゃん。あ、それにこいつらは親子だしな。クシナはもうあったかい。本当に大きくなったよナルトは。ここまで本当にいろいろ大変だっただろうに。ごめんなナルト。大変なのはこっからだぜ父ちゃん。ようやく体が温まってきたぜ。